型枠用短管パイプが落下し、下敷きになった。 災害発生状況移動式クレーンによる災害事例です被災者は現場で積み込んだ型枠用単管パイプを4トン移動式クレーンで一時協力会社の資材置き場へ運び移動式クレーンを使用して荷下ろし作業を行っていた。 その作業中に何らかの事情で、被災者の上に関わタ用単管パイプ。長さ4.5メートルが31本。重さは約380キログラムが落下し、下敷きになった。一人作業のため、現任者はなく、詳細は不明である。 被災者は現場で積み込んだ片枠用単管パイプを4トン移動式クレーンで一時協力会社の資材置き場へ運び移動式クレーンを使用して荷卸ろし作業を行っていたその作業中に何らかの事情で被災者の上に片枠用単管パイプ長さ4 5メートルが31本重さは約 380kg が落下し下敷きになった 一人作業のため、現任者はなく、詳細は不明である。災害が発生した原因。丸一、現場外の資材置き場であったこともあり、一人作業を行ってしまった。〇二、釣りにの下へ立ち入った。〇三、 釣りワイヤーのフックの外れ止めが壊れていた。災害を防止するための対策。丸一、現場外であっても移動式クレーンによる用従作業では、一人作業を禁止し合図車をつける。また、釣りにの旋回方向に作業者がいる場合は、合図車が声かけして退避させる。丸二、 釣り荷の死体は立ち入らない。丸 ③ 釣りワイヤーの始業前点検を徹底させる。